日本の輸出規制に韓国が検討している6枚の対抗カードがネットで話題。内容はこちら。韓国政府が日本の報復措置に備えて6枚の対抗カードを準備しているようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。韓国政府内にはカンギョンパ外相の日本の報復措置があった場合には我々も黙っているわけにはいかないとの強硬発言に見られるように、政府内には目には目をとばかり即刻対抗措置を取るべきとの勇ましい声が上がっている。諸葛の産業資源部ではすでに世界貿易機関 WTO に提訴する意向を表明しているが、それ以外に対抗カードとして戦略物資の対日輸出制限、日本製品輸入規制、日本観光ボイコット、日本製品の不買、米国や中国、EU など国際社会と協調して日本に圧力をかける、などが検討されているようでもある。しかし、現実にはどれもこれも報復としての効果が疑問視されており、実行に移すには限界があるとの指摘も出ている。お互いの報復合戦を繰り広げるよりも、韓国が折れれば、問題は収束に向かうと思います。しかし、ムンジェイン大統領は、来年4月の総選挙に向け、引き下がることはないと言われています。このまま報復合戦を繰り広げてしまえば、韓国が大打撃を食らうのは目に見えています。韓国はもう一度、冷静になった方がいいと思います。では次に、ネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。戦略物資対日輸出制限。その戦略物資は何でできてる？日本製品輸入規制。韓国内で高値取引に。日本観光ボイコット。対馬が綺麗に。日本製品の不買。購入イコール親日民間リンチ発生。国際社会と協調して、日本に圧力を。現実はすでに逆。もっと真面目に考えろよ、韓国。こちらは、坂東忠信さんの声です。さすが坂東さん。素晴らしい返しですね。次はこちら。お願いします。韓国様、どうかどうか制裁してください。そして、いつまでも言うことを聞かない日本に、絶縁状を叩きつけてください。この声は逆転の発想的な感じですね。韓国がこれをやってしまったら、韓国はどうなってしまうでしょう。次はこちら。トランプ大統領の口癖みたく、どうなるか見てみようわら。ほんと、どうなるか見てみようですね。次はこちら。願ったり叶ったり、ウィンウィンの関係。6枚全部自爆カードわら。日本が報復措置を取った場合、韓国は様々なカードを持っているようですが、そのカードのいずれも正直あまり意味がないと思います。そんなカードを準備するよりも、やはりお互いが机に座って冷静に話ができるよう、韓国が日本に歩み寄るしかないと思います。最後はこちら。国内宣伝向けでしょうね。せめて東京五輪ボイコットくらい言わないと。今現在、韓国国民は怒り心頭です。そんな国民向けの宣伝で対抗カードを発表したのかもしれませんが、対抗するなら東京五輪ボイコットというカードを出せば、もしかしたら日本政府も何かしらの反応を見せるかもしれませんよ。しかし、もしも韓国が東京五輪ボイコットというカードをちらつかせようものなら、北朝鮮が黙っていないのではないでしょうか。結論。日本の韓国に対する輸出規制は、韓国をホワイト国から外しただけ。ただそれだけのことです。韓国がなぜホワイト国から外されたのか分かっていますか？レーダー照射問題や応募校問題を含め、様々な問題に対して、日本政府が日本国民から反感を買いながらも、韓国に譲歩してきました。しかし、韓国はそれを無視し続け、
最終的には応募控訴訟の賠償を日韓で賠償という愚策を提示してきました。それが日本政府の我慢の限界を崩壊させたのです。それを皮切りに日本政府は韓国とは友好的な関係は築けないと判断し、韓国をホワイト国から除外したのです。だから輸出規制をかけられる。これは当然のことだし必然的な流れなのです。しかしこの日本政府の当然の判断に対して韓国の対応は完全に逆ギレ状態。こんなことではいつまで経っても日韓関係の修復はできないでしょう。ここまで関係がこじれてしまった以上、韓国が歩み寄るしか方法はないと思います。これ以上関係がこじれても韓国には不幸しか待っていません。韓国が歩み寄れないのであれば日韓ともに互いに距離を取る、それしか方法はないと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。